どうも黒さんです今日は脳と否定語というテーマでお話ししていきます。人間の脳は言葉にした通りのことをイメージします。例えばコーヒーっていう言葉を聞くとコーヒーをイメージします。ラーメンっていう言葉を聞くとラーメンをイメージします。お寿司っていう言葉を聞くとお寿司をイメージします。僕たちの脳っていうのは言葉にした通りのことをイメージします。で、この言葉っていうのは否定語も同時にイメージするんですね。 例えば僕の顔絶対に見ないでくださいって言われたらどうでしょう一瞬僕の顔を見てはって目そらしますよね。後ろの本絶対に見ないでくださいって言われたらどうでしょう本を一瞬見てはって目そらしますよね。言葉っていうのは同時に否定語もイメージするので、例えば私やる気がない、自信がない、才能がないっていう言葉にすると、その言葉通りの自分が現実になっていくんですね。で、これ日常生活にすっごい溢れてて、例えば学校だと廊下を走らないっていう貼り紙があったんですけど、廊下を走らないっていうのは否定語なんで、 走ってるる自分をイメージすすんですよなので、今の学校では、廊下は静かに歩きましょうに変わったんですね。他、コンビニのトイレ、汚さないでくださいっていうと、汚してるイメージがどうしてもつくんですよ。なので、今のコンビニのトイレは、トイレをきれいにご利用いただき、誠にありがとうございますっていう文章に変わったんですね。今の学校とコンビニの例と一緒で、否定語を使うと、それをイメージして無意識に人は行動しやすくなるので、できるだけ肯定的、前向きな言葉を使ってあげることがすごい大切です。私、やる気がある、自信もある、才能もある、 mar っていうと、その言葉通りのイメージの自分が出来上がっていくので、その言葉通りイメージした通りの行動をしていくということです。これ僕が意識していることなんですけど、現実に言葉を合わせずに、自分の言葉に現実を合わせていくことです。仕事とか人間関係で悩み抱えてる時って、その現実に言葉を合わせていくんですよ。職場の人間関係がなんか嫌だなとか、なんか恋人ができんで日々楽しくないなとか、それよりも、私は職場の人間関係をより良くできる人間だっていう、その言葉にすると、現実がそういう風に 動いていったり、私今恋人はいないけど、次に出会う人はきっと素敵な人だって言葉になると、そういう人を探そうと脳は動き出すので、現実が変わっていくんですね。なので、意識することはポジティブなことを使うこと。それと、現実に言葉を合わせずに、自分の言葉に現実を合わせていくこと。これめっちゃ大切なんで、スモールステップでできることから実践してみてください。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。他、電子書籍で様々なテーマの本を出版しています。幸せ時間 読書術などあなたに合った内容の本がきっと見つかるので詳しくは概要欄からどうぞ